はい、こんにちは。最近このピンク色のモンスターにハマっているマイケル太郎です。今回はですね、受験当日に食べる食事、医学的に何が正しいのかっていう話をしていきたいと思います。結構ですね、何を食べたらいいんだろう、消化にいいもの、糖質いっぱい取った方がいいの、いろいろ気になることがあると思いますので、ぜひ一つ一つ見ていきましょう。それでは朝ごはんからいきましょう。朝ごはん、うわ、今日はいよいよ入試やで。朝ごはんやで。母ちゃん、お母ちゃん、朝飯何があんの？餃子とラーメンとチャーハン最高やで。めっちゃ食うで。すごいで、餃子のお醤油より。うわ、美味しいとは言えんけど、まあまあ食べれるで。いや、めっちゃ食うたで。もう最高やで。では最後に締めに一杯、これ飲んでいってくるで。はい、みたいな、ご飯をやっちゃうと、朝飯食っちゃうと、だいたい当日すっげえ眠くなると思うし、消化にも悪い、油もいっぱい食ってるんで大変なことになります。なのでですね、まず朝ご飯の考え方はどうするかというと、まず人間の集中力っていうのは空腹の方が持つんですね。空腹の方が持つんです。が、糖質がやっぱ足りないと、結局脳にエネルギーがですね、足りなくなって、またそれはそれで集中力が欠けちゃうというところがあるので、基本的に腹8分目で食べすぎず、また、脂質はあんまり取りすぎず、糖質をちょっと多めに取ると言ってもですね、糖質も糖質でいろいろ種類があって、血糖値っていう考え方があった。血糖値っていうのがあって、血糖値をいきなりバーンって上げちゃう、つまり糖質を急激に一気に取っちゃうとバーンって上がって、そして血糖値って上がるとインスリンっていうのが出て一気にまた戻ってくるんですけど、この戻ってくる時にすごい眠くなるっていう作用があるんですね。すると1科目目の試験でですね、眠くなったりするんですね。それから英語とかで結構辛いじゃないですか。だからあんまり食べ過ぎず、またそこまで血糖値を上げすぎない、だから短期間に一気に食べ過ぎない、ゆっくり噛んで食べるっていうのをやっていただきたいんですね。またこういうのを知ってる人は低GI食品っていうのがあるんですけど、 あんまり血糖値の上げにくい食品っていうのもあるんですね。なのでベストなのは腹8分目で低 GI 食品、そしてちょっと消化のいいお粥なんかを食べてもらえるとちょうどいいかなと思います。昼ご飯、さあ午前中の試験終わったね。じゃあお昼ご飯やで。俺はシティボーイなんやで、東京に住んでるんやで。昼飯なんかウーバーイーツ一択やで。こんなん何食おうかな。お、ピザうまそうやな、ピザ頼んでもらおう。あ、住所入れてください。これ住所どこなの？あ、受験日に書いてあるわ。オッケー。お、さすがウーバー早いな。本部にピザが届いております。本部にピザが届いております。頼んだ方は今すぐ本部にピザを取りに来てください。お、ピザ届いたね。いや、本部にまで持っていくんか。いや、教室に持ってこいよな、もう。いや、ピザ美味しかったね。いや、なんか試験監督の人と一緒に食べる飯はやっぱうまいな。なんかあのおっちゃん大丈夫なんかな、俺と一緒に飯食って。後でなんか言われへんのかな、体調壊したらなんか入れられたって文句言ったろ。じゃあ試験監督のおっちゃんにもらったこの元気が出るドリンク飲んで次の試験も頑張るで。はい、みたいなことはしてはいけません。まあ、センター試験の頃にですね、ピザを頼んだやつがいて、結構、騒ぎになりましたが、多分届けてくれると思いますが、ああいうことはしない方がいいと思います。で、昼飯なんですけど、昼飯結構注意してほしいんですけれども、まあ、結構トイレって混むんですよね、共通テスト。なんで、あんまり食べ過ぎない、飲み過ぎない方がいいと思います。なのでですね、基本的に食事っていうのはほんと軽めにしてください。そして、最も昼飯が血糖値スパイクってやつが来て怖いです。血糖値スパイクって何かというと、朝ごはんでお話した通り、血糖値をいきなり上げると、1時間ぐらいに急速にインスリンによって血糖値が下がって眠くなる現象を言うんですけれども、それが起こってしまうんですよ。なのでピザなんか食った 100% 起こります、血糖値スパイク。もうヒューンって、でもそのままもう午後の時間ヒューンって寝ちゃうっていうことになりかねませんので、なるべく低 GI 食品、まあそれが無理だったとしても、まあおにぎり1個ぐらいとか、そういうものにしていただければなと思います。またですね、まあ、モンスターをなんかオチみたいな感じで使ってますけど、まあ、モンスターとか、飲んでる人ですね。で、毎回飲んでた人は別にこれ飲んでも問題ないと思います。まあ、糖質あるんで結構血糖値上がっちゃうんですけども、まあ、ちょっとおにぎり1個と、まあ、モンスターぐらいだったらそこまでいかないと思いますので、まあ、別にそれが習慣な人とかですね、それを飲んだ方が安心する、カフェイン入れた方が安心するっていう人は全然それでもいいかなと思います。ちなみにカフェインじゃなくて僕がめちゃくちゃおすすめ、まあ、モンスター効かなくなった人とかいるでしょ。そういう人におすすめで、結構受験生の時に飲んだのはこれなんですけど、速攻元気ってやつなんですけど、医者の先生に聞いてもなんでそんな元気になるかよくわかんないねって言われたんですけど、僕結構これめちゃめちゃ効いたんで、ぜひモンスターカフェインが結構飽きちゃったとか、カフェインはちょっとなって結構あると、ぜひぜひコンビニでこれ見てみてください。箱で買えば結構安いですよ。晩ご飯、さあ試験終わったね。あー疲れた。おお疲れ様、お疲れ様、どうやったんで、あー結構できた。あー明日も試験か、めんどくさいな。何食う？明日も試験やで。こんな晩飯なんか行くとこ行ったくやろ。ラーメン二郎で全マシマシやで。はい。で、晩飯ももちろんあんなことはしちゃいけなくて、そんなことしちゃうと、もう油ともう炭水化物で消化も大変なことになっちゃうんで、まず、
何をするかというと、晩飯は今までこう血糖値スパイクが怖いという話をしてましたけど、結構血糖値スパイク使えるんですよ。何かというと、入試前日さ、寝れないよってなることあるじゃん、あれを克服するのに血糖値スパイクを使うんですよ。何かというと、要はさ、糖質をバーンって入れたら眠くなるわけじゃん。ということは眠たくならせれるんだそれ。ってことは眠たくなる1時間前ぐらいに糖質ボガーンって入れてやるとスッと寝れるので、晩飯自体夜ご飯自体は控えめにしといて、そしてお風呂とか入って寝る1時間前に甘い血糖値を逆に急上昇させるような高 GI 食品、まあこんなこと言いませんけど、ようなものをですね、まあ、つまり糖質をですね、まあ、パクパク食ってですね、そうしてやるとスッと寝るので、特に入試の前緊張で寝れないとか、模試の前緊張で寝れなかったという経験がある人はですね、これやってみるといいですよ。はい、今回も動画最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ、今回はちょっとですね、オフカット的な話でしたけれども、まあ、ご飯の件ですね、まあ、血糖値スパイクっていう概念があるので、あれ使いこなしてもらえるとですね、なかなか緊張して寝つけないって時にはですね、眠気を誘発する作用に使ったりとか、試験中眠くなるねんっていうのは結構原因がですね、血糖値スパイクにあったりしますので、その対策が取れたりとかいうことがしますので、ぜひぜひ一つ覚えておいたらいい知識なんじゃないかなと思います。このチャンネルでは普段はですね、受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。明日もあなたのお悩みをですね、論理的に解決していきたいと思っておりますので、ぜひ高評価チャンネル登録をしていただければ幸いです。まだ僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。勉強計画困っているなど、受験勉強の計画全て立ててほしいとか、論理的に受験勉強教えてほしいということがありましたら、ぜひ概要欄から1週間無料で体験してみてください。この動画を見て質問があるとかですね、良かったという人はですね、ぜひ高評価とコメントいただけると幸いです。コメントに関しては全て一致させていただきます。それではまた明日お会いしましょう。マイケルタオルでした。バイバイ。